はい、動画をご覧いただきありがとう。どうもショッピンです。はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ショッピンさん、僕断捨離したんですけど何も変わらないんですけどっていうですね、もうまあお茶目な方がいるのも事実です。もしかしたら、まあ、僕のチャンネルを登録していただいている方、もしくはこれからこの動画を見ることになる人の中には、断捨離したけど人生あんま変わってないんですけどどうしてくれるんですかっていう人もかですね、まあ、中にはいらっしゃると思うんで、まあ、その方の参考になればいいなっていうことで、まあ、この動画をちょっと撮っていこうかなというふうに思います。で、まあ、そもそも断捨離とは何ぞやってことなんですけど、断捨離とはですね、山下秀子さんという方の著書において発表された、名前なので、山下さんの登録商標だそうです。完全に言いまくってるってことは、まあ、著作権大丈夫なんですかって話なんですけど、断捨離ということはもう一般的な、はい、考えになってますんで、登録商標とかはもう関係ないのかななんて思ってますけどもね。はい、断捨離の意味っていうのは、まあ、ウィキペディアから参照なんですけど、もったいないという固定観念に凝り固まってしまった心をヨガ、まあ、ヨガですよね、そのヨガの、手法である断行と捨行と離行を応用して、まあ、断っていうのは入ってくるいらないものを断つで、捨てるっていうのは家にずっとあるいらないものを捨てるで、離っていうのは物への執着から離れるっていうことで、まあ、不要なものを断って、その入ってくるいらないものは断って、で家にあるものを捨てて、で物への執着から離れるっていうことで、自分自身で作り出している重荷から解放される、で身軽で快適な生活を手に入れるというのが、まあ、断捨離なんだそうです。はい、なので単なる片付けとかゴミ捨てとかそういうレベルじゃないんですっていうことをちょっと念頭に今一度ちょっと認識しておいてください。で、じゃあ僕がですね、どういう断捨離をしたかっていうと、その前の動画でも喋っているんですけども、家にあったものの、その家にあったもの8割捨てましょうっていうやつなんです。はい、まあ8割って言っても、その具体的にこう8割っていう線引きっていうのがないわけなので、僕の場合その天然石の社長さんから言われたことは、60リットルのゴミ袋を20袋捨ててくださいね、パンパンになるまで捨ててくださいねっていうので、やったんです。本当にもう初めはゴミから入れていきました。使わなくなっちゃったなとか、まあこれは本当にゴミだな、もうなんかボロボロだし汚いし捨てようみたいな、そういうものから入れてったんですけど、それだと全然その、まあ、僕一人暮らししてたわけなんで10袋に全然達しなかったんです。まずはその20袋を埋めることを目標にしようと、ということでとりあえずそこに物をぶっ込んでったってことやったんです。迷った瞬間、まあ、その物は捨てるっていう、まあ、基準もありながら20袋満たすようにしていたんですけど、捨てた後に後悔したものもあります。部屋のものを8割減らすっていうことをやってったらですね、まあ相当寂しくなったわけですよ。部屋がすっきりしたと同時に寂しくなったっていうのが正しい表現かもしれないんですけど、でそれを捨てた後に、それだけやった後っていうのはいろいろとですね、物が足りない感じがするんです。でじゃあ足りないものは買いに行きましょうということで、お箸を買いに行ったり、お皿を買いに行ったり、鍋を買いに行ったりするんですけど、その買いに行くものが全部必要なものに変わっていくんです。あ、これ欲しいから買おうとか衝動買いとかじゃなくて、もうこれは必要だから買うっていう、だから買ったらほぼ 100% 使い続ける、壊れるまで使い続ける、いらなくなるまで使い続けるっていう、まあ、僕の場合そのとりあえず必要なものしか買わなくなりました。で欲しいなとか、あ、これがあったらちょっと周りにかっこよく見えるかな、モテるかなとか、そういうものはですね、あんま考えなくなりました。俺はこれからもう身軽な人生を追求していきたいから、それに必要なアイテムだったり人脈だったり情報しか入れないと。うん、そうで、僕断捨離した後に本当に仕事に没頭できたと思います。目が開いてる時は
とりあえず仕事するっていう、そういう感覚になれたので、なのでもう収入がグググググって上がっていったっていうですね、そういう経験があります。なのでよくツイッターだったり YouTube だったりネットで洋服を断捨離しましたイエイとかって言ってる人いるんですけど、すごいスッキリすると思うんですけど、でも人生まで変わるかって言われたらそうじゃないかもしれないよっていう感じですね。僕に初めて断捨離を教えてくれた天然石の社長さんもですね、全捨てだというふうに言ってました。で、今ではもうその人を慕って断捨離する人はですね、もうほんとね、部屋の中何にもない、もうカーテンもないし、下着も捨てちゃう、もうなんか葉っぱ体みたいな、葉っぱ体の状態になるっていう、もうそこまでやるとちょっとマッドサイエンティストレベルなんですけど、でもそこまでやるからこそ人生は変わるんだなっていう気はしますね。ということなので、もしですね、いや断捨離しても人生変わらないんですけどって言ってる方の中で、本当に人生変えたいならマジで捨てた方がいいです。本気でもう全捨離レベルで断捨離してみてください。僕が印象的だったのがですね、26歳、高知県から上京してきた26歳の女性なんですけど、その人都内で、劇団やってたんですよ。全く売れてない、その役者さん、女性の役者さん、細身でパッと見健康そうなんですけど、マインドがですね、腐っておりまして、メンヘラって呼ばれる部類に入るぐらいですね、メンタルはちょっと腐っていたわけなんですけど、でもその人が人生変えたんです、何すればいいですかっていうふうに僕に聞いてくれたので、僕はですね、じゃあ断捨離をしましょうと。でもう自分の部屋だけでいいから、自分の部屋にあるもの8割を断捨離してねって言ったんです。でムービーでこうやって断捨離しました報告しますみたいなムービーを送ってくれて、あ、かなりスッキリしたねと思って、その1ヶ月後です。また連絡がありまして、会社で働くことになりました。ありがとうございますって言ってですね、あ、そうなんだって言って、久しぶりに原宿のデニーズで会って話したんですけど、もう性格が全然変わってましたね。お金を貯めて、なんかこれから海外旅行に行って、なんか世界をもっと見たいんだみたいなですね、風にこう、はつらつに語ってくれて、なんか全然なんか人変わっちゃったねみたいな、あのメンヘラキャラどこ行ったのっていうぐらいですね、本当に変わったんですよその人は、そういうびっくりする経験もありました。信じるか信じないか、やるかやらないかはあなた次第ということでですね、もしこの動画が参考になった、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回の動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。